はい、それじゃ、鋼サミラやっていきたいと思います。お互いオール AD で草。お互いオール AD やん。ちょっとルーンはね、ちょっと変な感じにしてみた。悪役でもよかったか。いや、さすがに悪役じゃないか。大返し。やばい。弱すぎ。はい、開始。死んだ。なんか死んだぞ、相手。鋼サミラ最強。鋼つえ。鋼サミラしか勝たんな。鋼しか勝たねえ、マジで。マジで鋼サミラ最強やん。プリナラモード、鋼最高。鋼最高。ダブルヒットやん。危な、見かけた。でもさ、今の俺当たってないと思うんだ。毎回言うけど、ナミのバブルのヒットボックスバグってるって。ラガンのダブルぞ、ナフしろ。ドークスのあゼリーのダブルもな。あとラあのサミラの E のダメージもおかしい。このゲーム直すことが多すぎる。あー W 使った E 使ったミスったな。 E 使ったミスったな。快適な暮らしなんて毒にしかならないね。敵を倒しました。もうすぐ鋼最強。鋼強え。鋼サミラ強え、マジで。ヤミーだね。俺ウルトあるで。ウルトあんだよ俺。やっと避けれた。お？わあ、行けばよかった。おファック。やらないな。もう強いよね。やっぱ鋼ハサミラって、鋼入んなくても強いんだよな。鋼しか勝たんで。鋼入るし帰りたいんやけど。あろ。スウェイの W もある避けられない意味わからないから、ナフした方がいい。さあ、鋼入ったでー。この後何行くかなんだよな。タイタン？タイタン行こうか。タイタンハイドラ。ああ、鋼だから硬いけどダメージねえ。ダメージなかった、鋼の。やろ。鋼溜まってる？溜まってるわ。ああ、溜まってるわ。あがね、もう溜まってるわ、びっくり。平凡な暮らしで消耗するのはごめんだ。私が欲しいの。
ああ、鋼最高ー。移動中です。鋼最高ー。ノーダメージすぎ、ドラゴンに。え、これもしかしてさ、全キャラ鋼強いんじゃね。いく？面白い。あ、やべ、鋼といえど、鋼といえどだな、これ。さすがに最短アイドルの派生キモいな。何そのフラッシュ。受ける。俺これもしかして、俺こっから全キャラ鋼試さんといけんの？俺全キャラ試さなあかんのこれ。だる。次何でやる鋼。次ならモード、クローナも強そうですね。確かに。何鋼する？何鋼。鋼ゼリー、鋼ゼリーとかいう、もうわけわからんのおもろいな。ナミちゃんどこ行ったんこれ。くしゃみでそう。ほんまに。勝てー俺。鋼ベイガー。鋼ベイガー熱いな。確かに勝手にスキルしてくだよあいつ。ネムネムカット。一応ハブシナジーあるから高額的ブラッドをしてみようでは。ああ。これね昔流行ったんだよね。あれで、サモリフで。やばい、ナミサポートじゃなくなった、こっちの。剣を選ぶやつの味方が倒されました。強っ。あ、だ、引っかかってる俺。うひょー。取ってあげるか。シャーバーゲット。移動中です。楽しもうぜ。快適な暮らしなんて毒にしかなんない。鋼くれや。鋼くれ。ありがとう。鋼くれ。鋼今回収できた俺。できたのかな。俺は別に好きじゃないかな。できること少ないしね。まあでも今んとこちょっと微妙だな。あんなの一瞬で殺せてるからな、この5キルも持ってたら。ちょっとね、個人的にはまだあまりですな。ドラゴンを攻撃。ランデュイン・オメヌ行くか。
危険の方が逃げ出すぜ。何なんこいつ。さすがにノーダメージさすがにノーダメージ。もう上がる253やん。ええやん。行きたくなって行ってみたけど、行きたいだけだったな今の。さすがに。どうせ全部ファームするんだろ。もういいや。シャットダウン。波うぜぇ。人生ってのはシンプルだ。やるか、チャンスを逃すから。手抜くなよ。こっちは全力で行く。サステイ欲しいな、普通に。鈴田君、危険は済まないんですか。まあ、鋼、まあ、タンクビルド行ってるからね、今。移動中です。敵を撃ち抜くなんざ。ゆとりのファーム奪っていいかな。いっか。敵を倒しました。ナイス。鳥ならもうと、ふざけグラトナス。何グラトナス言っても、体重回復しないんじゃないかな。一応今回相手オール AD だからね。一応血脈入ってんだけどな。オブノ。イモータルはタンクじゃない。俺はね、フロントラインを形成したいんで。俺という男で。行くやん。味方が倒されました。敵のタワーを破壊します。敵を倒しました。敵を倒しました。もうそのまま上行けばよかった。味方が倒されました。あ、待って、いい出なかった、最悪。なんかいい出なかった。ハイマンとかどう？ハイマン。ハイマン行こうかな。いや、てか、ステラックのコテやん。こんな。コテー。俺の HP は今。HP は。HP でどこに書いてあるの ?4186。おー。ヘッドマンはねー。ヘッドマンはどうだろうね。まあ、コテじゃね、さすがに。ダメージ的に。どうかんかな、届いた。ジャックポット。ドラゴンを攻撃、敵のキリングスクリーン。
ぶしんじゃった。じわじわすぎダメージの出方じわじわすぎ。ねむねむカット、2秒いってもらわないとここがたまらん。やばい、ラグい、マジラグ。いいね。マジラグいんやけど。はい、鋼、ラグイ、ラグイな。敵を見失いました。危険。ゆうかちゃん、こんばんは。毎日動画参考にさせてもらってます。ありがとうございます。感謝感謝でございます。カニ取ったからってちょっとそんな乱暴に PS を。あ、コテ入った。冷房16度でつけます。ねむねむカット、マジで相手がキューライン勘違いしすぎるからオールインしてきて強いかもしれんわらわら。いやでもね、サミラって別にあの一瞬で殺せるからな。あれだけ積んで火力いった方がいいんじゃね。俺の AD って今どんなもんなんだろう。こいつ戦ってみるか、適当に。あがね試させろよ、おい。あがね試させろっつってんだよ。あがね試させろ、あがね試させろ、はい、あがね、あがね試させろっつってんだか、お前。あ、困った。でも、J ホールトで、スモークスクリーンの中でどんだけ耐えんねん、こいつ。いや、どうなんだろう、これ。わかんねえな。適材適所か。名前はサミーラ。足は引っ張るなよ。ダメージドン。おー。あんま一戦ですか。まあ、戦い方があれだね。まあ、なんか。まあ今回の構成、いやでも J4 がどうだろうね。J4 がちょっと怪しいけど、まあ柔らかいじゃん、全員。全員柔らかかったらもうぶち殺せばいいんだけどさ。ファイターいるとき。ファイターいるときにやったらいいんじゃん。リベンガレンみたいな、この間のバルスのときみたいな。構成のときは強そうだけどな。はい、ご視聴ありがとうございました。鋼、サミラでした。強いかどうかはあなた次第ということでね、思った感想をね、コメント欄に書いてねー。チャンネル登録、高評価お願いします。